教育移住におすすめの国とはお子さんのための教育移住を真剣に考えたことはありますか日本のグローバル化への対応の遅れ、長引く不景気と国家破産の危機、自然災害や原発への不安、労働環境の悪化、様々な先行き不安から子供を海外で学ばせたい。できれば一緒に現地生活も。 そんな教育移住が日本では富裕層を中心に密かに流行っている。ただ富裕層といっても、俺がいるこのフィリピンの場合は物価水準が日本よりも下がるため、日本円の収入や貯蓄があれば生活水準は日本より上がるのが普通。条件を満たした教育移住を実現すれば、日本よりもずっと快適に暮らすことができるほどだ。マニラに移住して数年。 ビジネス仲間のヒロコさんをはじめ、教育移住でこちらに来る人が増えてきた。まずは、下見と準備を慎重にすること。俺のような単身移住とは異なり、教育移住の場合は、あなたのお子さんのことを考える必要がある。教育環境の一環として、現地の治安にもより敏感に。また、移住後に現地で仕事をするなら、お子さんがいることで制約を受ける。 真っ当な教育のためなら当然、入学準備は国内にいるうちに済ませたいし、少なくとも当ての全くない状態での移住は避けたい。教育移住をした後によくある失敗例。子供がその教育環境を嫌がっても、転校のための手続きが難しかったり、現地人のやりとりがいい加減でひどい目にあったり、また移住後に子供が英語も日本語も中途半端になってしまうケース。 情報不足のまま信頼の置けないインターナショナルスクールに入れてしまったり、子供が日本よりもレベルの低い日本人学校に入ってしまったり、そのためにも必要なのは正しい情報を持っているメンターを見つけること。未然に起きって実際に経験し、自ら教育に関する情報を得ている移住者、最新の情報を持っている人であることが条件となる。 教育のために海外に住むことは子供を伴って移住する分失敗した時のダメージが大きい。したがって実際の経験者の生の情報を直接入手し、そのサポートを受けることが欠かせない。これから子供に学ばせたいのはやはり英語か中国語。特に英語ならアメリカやカナダ、イギリスやオーストラリアなどの英語圏に住みたいと思うはず。 しかし当然、これらの先進国は日本並みかそれ以上に物価が高い。そこで、俺がおすすめしたいのはこのフィリピン。日本から最も近い英語圏で世界的に見ても第3位の英語人口。ビジネス英語を含めアメリカ人のようなネイティブも認めるフィリピン人の英語。フレンドリーな人柄で接しやすい彼らから学ぶことができる。 また教育費も当然、欧米よりもずっと下がる。さらにいいのは、米英の名門校のブランチがあったり、優秀なインターナショナルスクールも。日本人のイメージにあまりないが、高度な教育がこの国には当たり前に存在する。当然ながら、東京などの都市部では、子育てや教育が窮屈なので、地方に移りたいというケースも。 ただ、田舎は田舎の問題があるので、とにかく下見をしっかりすることをおすすめする。個人的に穴場は群馬なのだが。